参議院選挙は昨日投票があり、石川県選挙区では自民党の岡田直樹さんが4回目の当選を果たしました。安倍元総理への銃撃を受け、笑顔なき大勝となった自民党。一方、野党は候補者の育成という重い課題を突きつけられました。万歳の代わりに捧げられた黙祷。参議院選挙石川県選挙区では、自民党の岡田直樹さんが27万4千票余りを獲得。2番手の小山田さんに19万票余りの差をつけて、4回目の当選を果たしました。大臣のポストも視野に入りますが、岡田さんは安倍元総理大臣への銃撃事件を受け、喜びをあらわにすることはなく、今後の任期に向け静かに決意を示しました。日本の国を守る、ふるさと石川を守る、私が今回掲げた旗印に偽りがないように、これからの任期、皆様から与えていただいた任期、しっかりと頑張ってご恩に報いてまいる覚悟でございます。一方、立憲民主党と共産党は4月の参議院補欠選挙と同じ候補者を擁立し、今回も自民党に大敗しました。国政政党として今後どのように候補者を育成していくのか、重い課題を突きつけられました。陳謝しつけた形を、それこそ統一地方選挙はもう1年切りましたんで、この次の統一地方選挙を指し、そしてさらにその先、4年プラスといったところも含めてやっていかなくてはいけないなと思ってます。今度の選挙戦でも、SNS を通じて、共産党のビラのポスティングに協力をしたいとか、あるいは電話かけに協力をしたいとか、そういう青年の方の自主的な応募があって、大変嬉しい経験もありました。ぜひこういうのをさらに広げながら、今度は候補者としてもこう先頭に立っていただけるような人をですね、来年市政地方選挙もありますので、まずはそこが一つの最初の場になろうかと思いますが。